札幌市立の小学校では、今日一斉に卒業式が行われました。このうち札幌市清田区の三輪塚小学校では、6年生の児童合わせて62人が真剣な面持ちで式に臨み、一人一人校長から卒業証書を受け取りました。前を向き、自分を信じ、仲間を信じ、勇気と希望を持って卒業します。卒業します。今日札幌市内では196の市立小学校で卒業式が行われ、15,387人が学び舎を後にします。